ングはでも井上尚弥がやる相手としてはこれはすごくいい相手だ。やばしょう、ダントツ井上って言われてるから、しなぎ倒る戦い方もする可能性もなくはないなと思うんでね、1ラウンド KO で、おおネイか、ネイが KO、 あ、ネイ KO なんだ。どうですかね、スーパーファンタムで次、まあ相手としてやっぱり面白いのは考えてやる選手はもう無理です、絶対。どうも、大輔です、今日の YouTube ですけども、コラボ企画をやらさせていただきます、一緒にやる方は内山です。元チャンピオン内山隆さんです。よろしくお願いします。おす、まあ内藤さんはもう大体 TBS っていうか、あの今井上、いや井岡、はい、まずその、はい、解説で必ず一緒じゃないですか。そうですよ、ね、まあ、何年も一緒になんかやってますよね。僕が引退して井岡の試合を解説してる時から全部一緒ですもんね。そうだね、はい、うん、ね、うん、今回井上選手にちょっとあのいろいろ、いや井上選手についていろいろ話していきたいと思ってまして、はいはい、すごい選手だよね。まあそうですね。面識もある。ああ、もちろん全然あります。ああ、そうだ、ね、昔から、はい、だった時に、うん、いろんな人やっぱつながるじゃないですか、知り合い。知り合いとか、でずっと知ってましたね、はい、なんか学生の頃からすごかったんですよ。だって彼高校生で全日本取ってますからね。やっぱすごかったんだね。いやすごかったです、昔から。はあ。だから僕試合はそんなにちょっと年代が違うんで、うんうん、アマチュア試合そんな見てないんですけど、名前はもうそうやっぱもう売れてすごいです。オリンピックも目指してはいたんでね。オリンピックただオリンピック予選では負けてしまったんで、やっぱちょっと違うのかね。まだだって彼その時に高校生とかじゃないですか。そうか、はい、だって相手みんな青年ですよ、大人ですよ。で、あれかな、じゃあオリンピックじゃなくプロに転向したって感じかな。まあ、お二人今井上尚弥選手の話題で非常に盛り上がってますが、今日一つ目のテーマなんですが、はい、井上尚弥選手のスーパーバンタム級展望ということで、はい、まあ、5月に噂されるネリ戦に加え、はい、まあ、その後アフマダリエフ、カシメロ、まあ、サム・グッドマン他、まあ、誰と何試合スーパーバンタム級で戦うのか、将来フェザー級転向も公言している井上チャンプのスーパーバンタム級での今後を、対戦相手、まあ、その試合展開、勝敗予想とともにお二人で語り尽くしていただきたいと思います。はい、まずはあの直近の5月にほぼ決定とはされているネリ戦ですが、ズバリお二人その勝敗予想などはいかがでしょうか。はい、まあ、勝敗は僕は井上尚弥の KO 勝ちですね。あ、そう、はい。中盤から後半にかけて。ネリといえば、はい、あの悪道ってね、はいはい、呼ばれる、あれですよね。山中慎介と。ね、退場オーバーして、はいはい、それで、まあ、一応試合はやったけども、はい、再戦やっても、また勝ってね。うん。やっぱ強いのは強いよね。いや、強いと思いますよ。しかもやりづらいと思いますよ。うん。めちゃくちゃ動きがなんか。でも、あれなんだ、階級上げてスーパーバンタムだっけ、なんか、負けたよね。一回負けました。ね、一回負けてるよね。ボディー倒されました。うん、ね、うん。もう前だったら、なんか、より面白そうだっていうのあったけど。まあ、まあ、ね、まあ。で、ネリはでも、井上尚弥がやる相手としては、俺はすごくいい相手だと思います。やっぱりこう、ボクシングが型にはまってないじゃないですか。結構、へんてこな動きして、変なところが出せるじゃないですか。うんうん、そうね。だから、やるとしたら面白いな、ネリだと思います。あ、そうだ。はい。やっぱ、型にはまった、ボクサーだったら、あんま面白くないです。もう、ね、このタイプは絶対上に倒されると思う。ネリはやっぱり結構変な動きして、パンチもなんかちゃんとこういう感じじゃないんで、結構わけわからんパンチも出してるじゃないですか。そういうのが意外とやりにくいのが。確か前、YouTube で話したと思うんだけども、もし井上尚弥に勝てる選手がいるとしたらみたいな感じで。はいはいはい。あの話確か YouTube でしたと思うんだけど、ハメス、ぐらい変速、かなりハマったね、本当にね、変速でパンチあって、普通にやったら普通のボクサー今いないですね。ね、いや思っちゃう。そこでネリということなんだよね。ネリが面白いと思うんですよ。そっか。やっぱだいぶクセモンなんでかなり。確かにね。はい、パンチの出所とかは分かりづらいと思います。確かにね。まあ体重オーバーしたってたって。山中がやっぱ2回負けてるわけですから、うん、ってことはそれなりの対戦でも勝つんだもんね、やっぱ強いよね、その強さがやっぱあるんですよ、うん、
内山さん、まあ、ラウンド予想されましたが、はい、そのフィニッシュブローってところいかがですか。僕は前の、YouTube 載せた、撮ったんですけど、俺はやっぱボディーブローですね。左ボディで最後、ネリが悶絶するんじゃないかな。あれ一回負けてるよね。一回。ネリですか。ネリ。負けてます。2年ぐらい前に、それもボディでやる。それはボディです。ね、ね。そっか、やっぱそういうイメージあるか。フィゲロア戦もボディでしたね。はい。内藤さん逆に勝敗予想とかいかがですか。やっぱり井上選手じゃないですか。予想です。予想ですよ。ネリはやっぱり徹底的にアウトボクシング、言い方悪く言えば逃げのボクシングに徹してチャンスを伺って、はい、時たま何かやるぐらいじゃないのかなっていう、はい、やっぱ総合的に見たら厳しいのかなって、うん、え、どうなんですかじゃあ予想は。いや、それはまあ、青谷選手だよ。どういう感じかって。慶応じゃないかな、やっぱり、うん。慶応ね、やっぱ今の井上尚弥だったら、慶応だね、やっぱり。うん、いや、あら、もうちょっと強すぎるわ。びっくりした。何度も言うんだけどさ、そうですよね、日本人であんな人が出て生まれるなんてね、はい、思ってもいなかったよ。で、みんな予想して、ほとんどみんな慶応勝ちって言うんですか。うん、そんな KO を予想される選手ってなかなかないじゃないですか。そうそうそう。で、同じ世界ランカーでね、トップランカーでね。そうですよ。すごいですよね、そこは。でさ、世界の統一戦でさえ KO とかする人だからさ、はい、こんな人が出てくると思わなかったな、日本人で。え、どうすかやったら。あ、俺対戦としてやったら。現役だったとしてね、はいはい、同じ階級ぐらいじゃない。はい、フライ級ちょっと飛び越したけども。はいはい、うん、やっぱね、俺ね、やってみたい気持ち、お前分かるでしょ、あのさ、はい、勝てるよ、絶対あいつ勝つよって言われるし、プレッシャー感じないですよ、俺。いや、まあ、勝てないよ、ないと負けに決まってんじゃんっていう試合は、まあ、すっごいなんか、伸び伸びできる。だから、負けて当たり前と思われる試合って、はい、別の力発揮できそうなところがあって、だから、俺ね、ボクシングセンスはないんだけど、運動神経自信あるんだ。井上尚弥が勝てると。やってみたい気持ちはあるよ。もしその現役だったら、はいはい、うん、逆に内山さんだったらどう戦うとしたら。俺だったら、ね、もうどう戦ってないですよ。もう僕のボクシングでやるしかないんで、もう今更ボクシングスタイル変えたってところで何もいいことは生まれないんで、うん、まあまあ自分の距離でずっと戦うようにやるってぐらいしかできないですよね。それぐらいしか。俺はもう超変則でいく。ガンガンですよね。超変則でいくよ。はい、もっと変則ですからね。もっと変則でいくよ。もっと変則ね。うん。あれよりさらに変則いって。そうだよ。もう輪島さんのようにさ、もうあっち見て来いとかもやると思うよ。はいはい、やれることは何でもやると思う。はい、うん。いや、多分あいつはできないと思います。そうか。そういうことしたら、自分の評価がたたさげになるから、そういうことはしないと思います。いや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 。変則でいくと思うんですけどね。うん、でも例えば自分が無名で一チャレンジャーだったら何でもよるよ。まあまあそうですね、うん、はいはい、失うもんないっていうのがね、はい、いや、めちゃくちゃ面白い話ありがとうございま す, すで、内藤さん、ちなみにネリ戦の話で内山さん中盤とおっしゃってました。で、ボディということでしたが、内藤さんはどのぐらいのラウンドでフィニッシュブローは何っていうふうに考えますか。やっぱり同じ意見しか出てこないな。ダメです。マジダメです。どっちかだから2つの言い方して申し訳ないけど、はい、カーンなってめっちゃ足使う、ネリが、はい、で、とにかくもうポイントアウト、ポイントアウトを考えて戦うか、もしくは、もう開き直って前半勝負で打ち合おうっていうのもなくはないと思うのよ、はいはいはい、まあ、ネリだから打ち合いに来てくれるかもなっていうのありますよね。うん、いや、普通の選手だって打ち合わないですかも。なそうそう、うん、みんな無難にもあ、そうそうそう、もういいや、こうすればないのやむみたいになっちゃってるね。そうそうそう。そこを、やっぱネギは言ってほしい。だからネギだからこそ、そこはいけそうな気がする。そうそう。さっき言った俺みたく、すごい気が楽な部分あると思うの、ネギは。うん。アウェイに来て。はいはい。ね、下馬評、ダントツ、井上って言われてるから。ちょっと開き直る戦い方もする可能性もなくはないなと思うんでね。はいはい、うん、でもそうなった時っていうのが、本当ちょっと気をつけなきゃいけないんじゃないかなと思うから。うん、そうですね。もちろんやっぱり井上、有利っていうのは変わらない。はいはい。だけどもね、うん。873とか。73? ああ、7382じゃないかと思うよ、やっぱり。多分勝敗予想、俺は91とかそういうレベルだと思うんですよ。
ネットさん、結論何ラウンドで、それを、まあれ宇宙にいたっけ、なるほど、まあ、僕は大体中盤の、はい、中盤から8から10ぐらいで間ぐらいに出す。明日も一緒だもん、それは一緒だもん、一緒だもん、じゃあ、くださいよ、1ラウンド、KO で、おぉ、ネリ、ネリ、そうそうそう、ネリが KO、あ、ネリ、KO、ね、ね、ね、もし、いや、例えば、もしネリが勝つとしたら、なんかこれで外しちゃったんですよ、やっぱり内藤知事がっていう、何がありますよ、もしネリが勝つことがあるのであれば、1ラウンド、1ラウンドだけしかないと、まあ、判定勝ちじゃないですもんね、ない、パグ、はい、うん、なんか、奇襲をかけてみたいな。なるほど。で、まあ、いやもうそれが。いや、もう目の前で1ラウンド KO で、もうそれだから、それだから。ポケモンかけるって言ったじゃないですか。いやいや、もし勝つことがあるとしたら。いや、いや、もしだよ、ちゅうけど。もし仮に、ネリが勝つことがあるとしたら。1ラウンド KO しか。終盤から後半で、ネリが、もしくは勝つことはないと思うんでね。そうですね。ネリが勝つ方法があるとしたら、1ラウンドしかチャンスはない。3ラウンド KO 勝ちだな。井上が。フィニッシュグローバーワンツーで KO、うん、ワンツーでバターン倒れてストップ、はい、最後ワンツーでワンツーで終わりです、なるほど、にしよう、はい、うん、がネリの1ラウンド KO 勝ちかどっちかですね、もしネリが勝つようなことがあるとしたら奇襲をかけての、まあまあそうですね、そうそうそう、それしかないですね、うん、判定で勝つことはまず俺はないと思うんでしょ、 0.1% ぐらいの確率で、はいはい、うん、まあ、それぐらいネリが勝つのは難しいよっていうことですね、ただネリはかなり厄介者なんで、結構ボクシングの動きとしてはやりづらいと思う、だって山中が言って、まあ、対象オーバーとはいえ山中2回回ってるんですから、まあ相当強かったじゃないですか、強くないと山中って倒せないですよ、体重がね1キロ2キロ重いぐらいで、まあ内藤さん、ネリがもしかしたら勝つかもしれないと言ってる中ちょっと申し訳ないんですが、井上選手がまあネリ選手に勝ったとして、次に対戦するそのスーパーバンタム級の選手は誰なのか、もしくはまあスーパーバンタムであと何試合ぐらいやるのかっていうのは勝つかもしれないじゃなくて、はい、もし勝つとしたらそういうことぐらいしかないんじゃないのっていうことね、はい、まあ、ないでしょ、そんな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 守りに入ったら面白くないよっていう、まあそうだな、はい、そうだな、思われたくないのは井上選手をディスってるなって思われたくないんだよね、はい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 、それはないっていうね、すいません、自分のキャラ大事にしようっすね、いやじゃあ、井上のこと嫌いなのかなとか思われたくないからさ、そういうこと見る目とかね、すぐやりますからね、そうそうそう、いや、好き嫌いとかじゃなくて、うん、まあまあ、そういう予想がないけど面白くないですからね、もう井上選手に関してはかなりリスペクトはもう、はい、シャンとしてる、でもネリが勝つともし仮に勝つことがあったらこの作戦ぐらいじゃねえじゃねえのって言われたら、ああもうほんと酒飲みてえわこれどうですかね、スーパーファンタムで次、まあ、相手として、やっぱり面白いのは、面白いというか名前があるんだけど、カシメロアフマダリエフもいますけど、まあボクシングはちょっと整いすぎてるな、サム・グッタもそうですけど、普通にあ上手い選手だなっていう感じすぎて、うん、上手いじゃ勝てねえよ、なるほど、強さが見えないですよ、だからというかカシメロも結構相手のパンチ気にせずにガンガン打つタイプだから、はい、まあひょっとしたら一発があるかもみたいな、うん、考えてやる選手はもう無理です絶対、はい、だったらもうアウダミレも、まあ、サム・グッドマンも俺はそんなに興味ないかな、あ、直近の試合今小国戦がちょっといまいち内容が、はいはい、でしたよね、そうそう、その辺はいかがですか、僕にもいい選手ですけど、だから僕だってやっぱね、岩佐とか試合で、ね、やっぱ負けたりして、でも国内でね、そういう戦線で戦ってたボクサーじゃないですか、それをカシメロがやって、別にどっち勝つかなって分かんないような試合だったから。っていうことは、井上だったら、多分あっさり勝っちゃうかなっていうふうにしかも予想できないですよね、それは。うん、あとね、もう一つね、相性ってあるじゃない、はいはい、今のこそ、小国選手の話で思い出したけど、オギー選手が世界取った時の相手ってグスマンじゃなくて、グスマン、そうそう、はい、俺ね正直オギー選手とグスマン一番打った時絶対勝てないと思う、相性なんですよ、何、そうそう、何よりワケ選手に負けてるじゃん、はい、そうそう、オギー選手負けてて、ワケがやってワケはまあさらにもうワケ選手は話にならなかったじゃん、はい、こんな強いのいるんだと思って、しかも無敗でさ、はい、あれもワケワケワケやりだったんで、ワケだけそれが言いたかっただけ、いや
めちゃくちゃ強いと思ったの。だから全然だからもう。これ全勝全強じゃなかった、はい、ほぼそのぐらいです。ねえ、ねえ、グスマンね、はい。だからもうそれで全然脇がダメだったから、うん、僕には脇に負けてんのに。そうそうそう。でもさ、判定いったけど、はい、きっちり勝ってたし、ね、っていうかあれ、KO 勝ちと一緒だと思った、うん、あれさ、グスマン何にもできなかったじゃない。相性あるんだよ。でも奥義と岩佐がやったら全然岩佐だったじゃないですか。ああ、だからそういうのもあるから一概にはもちろん言えるんだけど、あのただ井上選手本当弱点見せてないんだよね。ないんだよ。だアカメイフグッドマンカシメロっつったって、いや誰がやったら面白いかって別にもうないじゃないですか、このねトップ選手見ても。うん、だからもう階級上げて新しいステージに、はい、行った方がいいんですけど、1試合だけやってもうそうです、そうです。まあ、それからもう1試合やって4団体もう1回取っててまた上げるとか。あですね。お、今あのフェザーの話なんで、もう早速続いての話題いきたいんですが、はいはい、井上尚弥選手がそのフェザー級でも無双するのか、はい、フェザー級でも4団体統一王者になれるのか、はい、それともなれないのか、モンスター待ち受けるそのフェザー級の王者たちとの展開勝敗予想まで具体的に伺えればと思うんですが、まあ、まずはあのフェザー級でも4団体統一、これは内山さん可能だと思いますか？可能っちゃ可能だと思います。ただそんなにやっぱ今までみたいに簡単にはいける話じゃないと思いますね。うん、やっぱだんだん体格の差が出てくる。そうそうそう。いやー、さすがにそろそろねって思っちゃうよね。だってさ、もともとライトフライ級の選手じゃない？はいはい。ライトフライ級からフェザー級って何キロあるんだって話だね。まあ、もしフェザーで4団体統一となれば、現時点ではその3階級での4団体統一、これはもう史上初になりますね。すごい。すごい。まあ、今日もメイザーも誰もなし得ないことですから。はい、で今のチャンピオンの資料もあのページめくっていただけるとあると思うんですが、はいはい、これ身長差とかちょっと比較して見ていただきたいんですよね、はいはい、まあ、レイ・バルガス、フィゲロア、ルイス・アルベルト・ロペス、ね、身長、はい、ちっちゃいね。ロペスめっちゃちっちゃいじゃんね。アルベルト・ロペス163cmってなったの。そうですね、あれ、あ、うん、お、ちっちゃい、ちっちゃいの一人いるね。ルイス・ロペスはちっちゃいですけどね。まあロベシラネスもそこまでですけれども、SP の差がでっけえな。85って相当だね、はい、しかも24戦 20KO ってかなりすごいですよ。この間そのラミレスも勝ったんですよね、まあ、はいはい、バンクラスというか。そうか、この間ラミレスに勝ってんですか。ええー、でまたリマッチするんですけど、ラミレスもなんで日本で来てみたのにすっげえ強いと思ったのにSP さんの試合見るとなんか、はい、あの時の強そうな感じで、清水です。ああ、はいはいはい、ね、清水で負けちゃったやつ。いやー、あんだけリーチ身長差あってさ、はい、ね、清水選手すっごいやりにくいと思ったけどさ、やっぱ違うんだな。金メダリストですからね。まあ、ラミレスとロペスはちょっとまあ、まあ、覗いてと言いますか、まあ、平均するとやっぱり大きいですよね。そうですね。いや、逆これ見てみたいな。エスピノさんとね、井上選手戦うの見てみたいな。20センチの身長差ってさ、約ね。そうですね。どういう戦い方するんだろうと思っちゃうな。届かないって思っちゃうもん。だってやっぱ身長、手足も入るからね。はいはい。こんなのいたらやりにくすぎるだろ、これ。しかも無敗だ。すごいね。24勝、20キロって。距離も高いですもんね。ねえ。ただここら辺になってくるとやっぱ KO 率高いですね、みんなね。この福井崎の上のクラスの選手、あのトップ選手は。そうだね、すごいね。いやー、これは楽しい。やったら面白そうだな。ただ、はいはい、井上選手すげえなー。 KO できなかったの3試合しかねえんだ、26戦やって。それもすごいっすけどね。田口君すげえなと思ってさ。確かに ね、そのうちの一人で結構だってポイントも4点差ぐらいまで来ましたからね。あ、すごいね。やっぱさすが世界チャンピオンになるんだけど、ね、どこだよな。まあ、井上チャンピオンも過去にはその例えばマクドネル選手とかちょっと調子に乗って、ね、75ぐらいですかね、はい、でもね、それでもやっぱりいるとは思うんですが、まあエスピノサ選手はちょっとそれよりもさらに、いやー、185センチと120センチ、手足も違うから、はいはい、こういうの見てみたいな。57キロフェザー級もその、まあ、今や、世界チャンピオン、まあ、勝つかといいますが、はい、その選手と井上選手戦ったらどうなるかっていうのはいかがでしょう。どう思いました。勝てるかないから勝てると思うんですけど、楽な試合になることはないと思います。うん、今までいたりバン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 倒すような感じはまた難しいのかなっていうふうに思いますね。不思議なのがさ、
格闘技においてさ、はい、あの絶対超えられないのがやっぱ上位と体重だからね、はいはいはい、だからさすがにやっぱここフェザー級ぐらいまででもね、俺の考えで言うとまあ全然フェザーのスーパーフェザーもいけんじゃないかなと思うんですよ。あ、そう、スーパーフェザーでもいけるんです。だってだからそもそも井上尚弥の体重って普段が60何キロあるんですよ。僕の普段の体重って62キロぐらいなんですよ、平均的に。そう考えたらもう全然普通なのかなって思っちゃうんですよ。あ、そう、はい、まあ体質にもよるからね、それはね、はいはいはい、あのなんかほらね、上と太り足がいればさ、落ちにくい人もいたりとかいろいろあるけどさ、でも井上選手はだってライトフライから始めてるじゃない、はいはい、その時から普段から60何キロあったわけじゃないと、はいはい、思うんだよね、はいはい、やっぱり当時はね、作っていって、そうですね、デビューの頃は小さかったです、うん、細かった。まあね、まあね、若い時もあったしね。はい、だから今は体が多分今ちょうどベストというか。もう、もう、いや、もう、もう、もう出来上がってはいると思うの。だからフェザーでも全然問題ないと思います。すごいな、いやー、言うな。はいはいはい、全然。すごい、いやー、でもさ、これ、もしフェザー級でチャンピオンになるようなことだったら、もう本当にすごいですよ。いや、考えられない。いや、チャンピオン取れるとは思うんですよ。はい、受けると思います。先ほどあのエスピオサ選手の名前上がりましたが、それ以外で見てみたい対戦カードとか。いや、ラミレスですね。あ、2回負けてますけど、ボクシングのまあセンスというか能力はものすごいものを持ってると思うんで、フェザー級か、うん、でもなんか期待できちゃうよね、井上選手だったらね。そうですね。内藤さんいかがですか。あの内山さんは、まあ、フェザー級でも4団体統一は可能性はあると。今までが圧倒的に強さがあって、ほとんど弱点、はいはい、ね、穴がないんですよ。そう、はい、それが一番ね、だから強みですよ、ね、だから負ける想像もつかないっちゃつかないんだよな。想像がつかないですよ ね、まあ、どうやって負けるんだろう、ね、うん、そうそう。でも分かんないのが、タイソンだってそうやって昔の話になるけどさ、はいはいはい、タイソンそうだしさ、でもタイソンそうですけど、タイソン穴があるじゃないですか、やっぱり結構打たれるじゃないですか。あ、こうすごいスピードがあって圧倒しましたけど、やっぱタイソンもらうんで、井上はもらわないじゃないですか、そう考えるとどうやって負けるのっていう話なんじゃないですか。ちょっとタイプ違うけど、あれもそうだよね、最後まで負けなかったメイウェザー、はいはい、ね、もらわないんだよね、結局ね、もらわないんですよ。でもらっても倒れないんですよ。井上もそうですか。もらったけど倒れないし、どのようなあんな急のね、一番苦戦したのがやっぱ俺はドネア戦だったんだけど。ああ、そうですね、そうですね、一番最初の、はい、ドネア強いからね。でもあれでも倒れないんですから。ドネアもリゴンドでやったら、まあほぼ何もできなかったです。ああ、だから俺が一番面白いと思ったのは全盛期のリゴンドーと言われる。わかる、わかる。一番、俺は面白かったな、っていう。リゴンドーで、ちょっと流してほしいけどね、ここまで。ちょっと、解説やったんだけど、はい、あ、どうしようかな。やったらいいですよ。誰の試合ですか？日本で来たんですか？そう。天笠さん。そう。俺、びっくりしたよ。あの、取材も行ったのよ。はいはい。ジムで、で、これ、マスもちょっとやったんだけど、絶対やりにくいと。天笠179、はいはい、リゴンド165とか言ってたんですよ、はい、俺並んだら俺より小っちゃかったね。おお、60ないくらい、はいはい、うん、俺161いっちゃうんだよ。164リゴンドってそんな小っちゃかったっしょ。小っちゃいっすよ、並んだ。あれ俺より小っちゃいんじゃねえぐらい、だからほぼ一緒だと。おお、ということは身長さ、まあ、まず高いですからね、20センチくらいあんの。だから現にリゴンドやりたい人にしてるんですか。打たる要素あったね、はい、ちょっとまあ気抜いたところもあるのかもしれないけど、うん、ね、そうですね、あれよ、あれが惜しかったな。それ以外もちょっと圧倒的だったね、はい、いや俺ほんとなんかほんとマジックだよ、マジック。なんでこの身長で当たんないで、はいはい、しかもリゴンドが当たるのかっていうさ、あれすごかったな。あの全席のリゴンド確かに見てるから、俺もうオリンピック予選とか、まあ、世界選手権とかも僕が出た時にリゴンドもその時出てたんで、リゴンドの試合はよう見てたんですよ、海外で。はい、かぶってるんだ。かぶってるんですよ。すっげえ強いな、これ、と思って。ねえ、あんなのいろんなの出てくるんだね、すごいね。そうそうね、まあ、俺は、ライト級になってくると、相手がみんな70キロ以上の選手を落としてくるから。言うな、しかし言うな。俺はもう、やっぱ、限界かなと思う。ライト級でデイビスとか、そういう話もなんか話題に出てたんですか。ねえ、可能性としてはデイビス、ジャーマンデイビスで落としてくると可能性はあるから。
続いて最後のテーマは、井上選手は最終的にどの階級まで行くのか行けるのか、この階級ではチャンピオンになれるなれない、はい、さらに見てみたい夢のカード、はい、対戦相手まで具体的に伺えればと思います。はい、まあ、俺はスーパーフェザーですね。行くと思う、はい、いや彼が上げるか上げないか分かんないとしても、そうスーパーフェザーは俺は行けると思います。全然チャンピオンになれる、なれると思います。ただライトとなってくるとまた話は別で、はい、うん、ライト級になってくると相手がみんな70キロ以上の選手を落としてくるから、言うな、しかし言うな、はい、俺はもうフェザー級がやっぱ限界かなと思う。井上の限界はもう内藤さんにはフェザー級と取れるとしたらね、はい、もう限界はフェザー級まで取れるとしたらそこは守り入ってないですはっきりそこははっきりしてください。いや取れたとしてもフェザー級までだよ。あ、そうですか。あと、いや俺あと年齢のこともあるし、はいはい、スーパーフェザー級まで上げないと思う、うん、もう 30でしょ、今年30じゃない、はい、今年30、うん、もう疲れたでしょ、さすがにモチベーション持たない、もう保つのもさ、いやでもお金もらえますから、まあ、いやもう稼いだでしょ、十分の単位ですから、うんうん、あれはもうすでにもうやもう持ってると思うよね。宝くじ買えるより早いですよ、試合した方がそういうことそうだけどそうだけどその分大変だもん、大変ですけどうん、まあもう見てみたいけどな、だいぶ稼いだと思うんで、生活にはもう何も困ることはないと思うんですけど、やっぱ見てみたいじゃないですか。見てみたい、うん、だけどフェザー級でな、まあ、突破として、あとなんか統一戦とかやって、それでもう最後終わるんじゃないか、はいはい、あげないと思うよ、うん、さっき言った体重のウェイトの、ね、壁って言ったけど、はいはい、どんどん打ち破ってほしいんだよね、そういうのね。だからスーパーフェザーも見てみたいね、はいはい、でもいけると思うんですけどね、僕はスーパーフェザー、うん、一緒だもんね、スーパーフェザーもね、そうですね、元スーパーフェザー級の内山さんから見て、はい、まあ、現時点のチャンピオン、これ井上選手がスーパーフェザーに上げる頃には変わってるかもしれませんけども、はいはいはい、この選手要注意だなっていうのは何となく分かります。例えばナバレッテ選手、まあ、ナバレッテも下から上げてきてますからね、パワーがある選手といえば別に俺はそんな感じはしないんで。内藤さんはもうスーパーフェザーにすら上げないっていう考えですか。僕はフェザー級で終わると思います、うん、年齢のこともあり、はいはい、で、まあ、4階級取ったんでしょ、はいはい、で、フェザー級取ったら5階級、はいはい、井上選手がその6階級で3人目になりたいっていう、ね、思いがあるんだったら、はいはい、でも俺はフェザー級で最後終わるんじゃないかなと思うんだよね。じゃあ今度どうなんですか、出てるあのライト級でデイビスとかそういう話もなんか話題に出てたんですか。ねえ、いやさすがにさ、さすがにライト級は井上選手がまだ20代半ばだったらいいよ、はい、うんうん、可能性としてはデイビス、ジャーマンデイビスが落としてくると可能性はあるかなって。スーパーフェザーで、うん、でもデイビスが落とすっていうのもないと思う、まあ、絶対落とされてます、うん、あ、あの体はスタイルが全く違うよね、デイビスとあの井上選手が。いや、全然違うです。え、どっちがそう思うんですか。だったらちょっとそれだけでそんな分かんない。今のパウンド4パウンド、まあ、井上選手入ってるけど、はい、いろんな音が出してるじゃん、パウンドパウンド、はいはい、カーボンデイビスも入ってるんだっけ。デイビス入ってますパウンド4パウンド誰今、まあ、他言われてるか、他、まあ、いろんなとこ出してるじゃない、リングシとかだと。そうそう、まあ、クロフォードが、うん、あ、クロフォードだ、クロフォード、クロフォードだ。カーボンデイビスは入ってないのかな、あのちょっと後ろですね。あ、じゃあ、スタイル上の方は、井上選手の方が上なんだね。上っちゃ上ですね。やっぱ、ね、スタイルだもんね、やっぱりね。デイビスは、こう、なんか、結構荒っぽい、やっぱ、そうですね、イメージがあるからさ。デイビスは肉を切らして骨を立つ的に。パワーが半端ないじゃない。やばいです。そう、だから、総合的に見ると、やっぱり、やっぱ、パウンド、パウンドで見ると、やっぱり井上選手になるかな。俺は。じゃあ、デイビスにも勝てると。もし同じウェイトだったら、はい、ライト級で。ライト級まで行ったらさすがに厳しいだろ、井上選手が。いや、勝てない。なんだ何を言わせたい。いや、それ聞きたいです。それ聞きたいです。もしライト級まで上げたとしたらよ、はいはい、もう厳しいと思うけど、もし上げたとしたら、はい、ということは、7階級目になるのね。まあそうですね、まあまあまあ。7階級、8階級目、はい、フェザー。フェザーで5だ。はい。で、フェザー、スーパーフェザー、ライトなんで。無理だよ、無理。はい、無理。無理。じゃあ、うちどっちかと思うんだよ。え、僕ですか、うん、いや、僕は、やっぱ、ライト級だったらデイビスが勝つんですよ。
です。おお。ここから競技をしてる。なんかトゲトゲしいな。いや、気持ちとしてはほら、やっぱ応援したいけど、現実は無理よってやっぱ思うもん。内藤さん、無理だとおっしゃってた。悪い人だったもんね。うっちは悪いよ、もう悪い男だよ。いい加減だ。いい加減です、本当に。本当に仲いいんだな、ということで。最後、ライアン・ガルシア選手が、井上尚弥選手に挑戦表明して話題になってるんですけれども、はい、まあ、ライアン・ガルシア選手はちなみにデイビス選手に、まあ、KO負けしてる選手ですね。いや、だからそもそもそんなに挑戦表明って言ってるけど、じゃあお前がスーパーバンタム落としてこいよって話ですよ、うん、落とせないのに俺はいつとやりていいよって言ったって、そんな別に基準くるんじゃないんだから、落として試合して、じゃあ俺井上次やりたいって言うんだったら分かりますけど、階級明らかに2階級でさ、スーパーで3階級、はい、上なのに言ったところでって話。いや、本当そう。だから、もしね、やりたいのはね、自分、あなたなんだから、はい、その上げてきたとかじゃなくて、いや、お前が落とせって話だよ。あれじゃライト級でしょ、まあ、身長はでも178、でかい。もう、でかいなー。スーパーライトに上げたいぐらいいってるんで、うん、まあ、ちょっとスーパーバンタムは無理だと思うんですけど。だとしたら、可能性があるとしたらスーパーフェザーじゃないですか。だけどまだ井上選手はフェザー級にチャレンジしてないですから、フェザー級だから、うん、今の段階ではちょっと想像はつかない、はい、うん、ただもし、ね、パウンドポーパウンドの話するんだったらやっぱり言うから井上選手と今は、うんうん、だからやりたいんでしょ、ガルシアはっていうね、はいはい、うん、ガルシアデビューがもう放送スーパーフェザーからスーパーフェザー、そうです、うん、まあ、それだけ井上選手に価値があるというか、みんなね、ね、そうですね、いや、すごい、井上選手はやっぱ世界でも本当に有名な、ね、選手だね。いやー、こんな、ぶっち元気の時どうだったんだ、じゃないですか、世界でもボクサーが、それ、イメージないっすよ、あっ、ごめんなさい、ごめんなさい、なんで凍えないですか、なんで凍えないですか、ちょっと大きい声で、何のため、凍えなんかしちゃった、10回です、10回でしょ。それはうち寄せてもらってみたいなのあったんじゃないの、いやいやいや、同じ階級とかでありましたけど、ね、同じ階級、はい、いやーすごい、すげえな、すげえな、やっぱりボクシングやっぱ、はい、やっぱ好きなんだよね俺らね、いや、やっぱりさボクシングの話になると盛り上がるからな、うんうん、まさか自分のね生きてるうちにさ、はい、ああいう井上選手のような選手がものすごい強い選手が出てくるなんて思う、お前想像つかなかったから、そうですね、そうですね、こういう会話話題ね、はい、できるだけでもすごい嬉しいし楽しかったし、はい、うん、まだまだこれからも頑張ってほしいと思う、そうですね、うん、応援はやっぱしてるんで、まあということで、はい、本当今日のねコラボははい、内山くんでした、はい、内山くんの YouTube にも僕がコラボさせて出ていますので、はい、そちらの方もぜひご覧ください、お願いします、ありがとうございます。またじゃあ、解説でまた一緒になると思います。ありがとうございました。ありがとうございました。